はい、はい、ではマイマルケミをさせていただきます。はい、では説明をさせていただきます。マイマルケミはしっかりと輪っかを作って縦ですね。縦で頭がこっちに反れている状態で、この円が中心で回る形になります。ですけど初めからやるのはかなり難しいので、まずこういう状態ですね。後ろ手と違って、肩とは立てても大丈夫です。前に行くのでアキレス腱にお尻がつくことはないので前に行きます。本当はこの円を立ててこのように練習をしたいんですが、少し初めは難しいので、この円は初めは横に寝かした状態で、構いません。そして おへそを見て後ろ足、こういう形でちょっとでんぐり返りに似てる形になるんですけど、しっかり横の状態で、ポイントはおへそをしっかり見て後ろ足、上だけでいくと顔から突っ込んでしまうので、おへそを見て背中を丸く、そして後ろ足の蹴り出しで行くようにお願いします。でこれができたら次、座った状態でこの円を立ててみます。で本当は少し前の方についていきたいんですけど、これも少し怖いので、初めは足の横ぐらいにつけていただいて構いません。そしてこの円がくちゃっと崩れないように、しかもこうまっすぐ回っていくようにしてください。これが上で打っていくとこちらの方にずれてしまうことが多いので、しっかり円を作って線上に肘がまっすぐ、ついていく。で頭はこの円から少し反れています。この円を中心に回ります。この円はそのままで後ろ足の蹴り出しで回るようにするとうまくいくと思います。これでだんだんこの円は少し前につくぐらいでちょうどいいです。でなかなかこのまっすぐ行くのが難しいので、この円がまっすぐついてまっすぐ転ぶことができます。最後に立った状態で円を作って怖ければ、足の横、これで練習をして最終的には飛び出して行って、しっかりと手が取れるようにしてみてください。はい、ありがとうございました。